本日は飯田正成選手がブレイキングダウンのこれからについて言及した件と、大阪喧嘩自慢代表の選手が飯田さんやブレイキングダウンの人気選手のことについて言及した件についてまとめました。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ひろゆかない選手の YouTube チャンネルにて、下ミシュラン選手はジャキ選手と外ヘボ選手との対戦についての勝敗を聞かれて、外ヘボ君は強いと思わない、ラージハイ選手にやられている時点でやばい、爆音ナチ選手は外ヘボ君は持ち上げられている、持ち上げすぎてバランスが崩れている、ブレーキングダウンはそういう現象が起きている、飯田君もそのパターンと苦言を呈していました。川島選手とポーランド選手との対戦についての勝敗を聞かれて、下ミシュラン選手はポーランド選手と答え、川島選手が強いと言われている意味がちょっとわからない、下ミシュラン選手はファンの方から川島選手とブレーキングダウンでやってくださいと言われるが一番やりたくない、一番どうでもよい、組んで膝を入れて終わりじゃないですかと、川島選手とやってもすぐ終わってしまうので川島選手には興味がないスタンスを示していました。顔が良いわけでない、なんか突出しているものもない、花もない、強くもない、こんなコスパの悪い選手とやりたくない、それなら顔も良くて花がある飯田さんとやりたいと強気の姿勢を見せて語っていました。下ミシュラン選手は格闘技に興味はなくてとにかく売名したいと語っていました。お店を有名にしたい、飯田さんのお店みたいに繁盛させたいのかと問われ、下ミシュラン選手は良いタイミングでブレーキングダウンを出ていきましたよねと語り、ファンの方から飯田さんと路線かぶりしていると言われる、別に真似ているつもりはない、飯田さんは豚焼肉屋さんで僕は焼き鳥屋さんをやり始めた、そこに因縁づけて戦いたい、でも全然表に出てこない、90キロぐらいやったら爆音さんとやってほしいと語り、爆音選手は勝ったとしても賞味期限が切れているから美味しくないと語り、下ミシュラン選手はみんな飯田さんが強くないって気づいてるのではないかと語り、実質勝ったに剣ってめっちゃ弱い、バーゲンセールぐらいコスパの良い慶之助の膝に沈められて、日韓戦の対抗戦も日本のオーディエンスが応援してたから勝ったっていう話で実質勝っていないと語り、ご自身の強さに自信を示していました。今後の行方が気になるところです。そんな強気な発言で注目を集めている下ミシュラン選手、そして爆音ナチ選手は次回のブレイキングダウン11で喧嘩自慢対抗戦の大阪代表として出場します。どのような活躍をするのか楽しみですね。話題が変わり、サキト選手は飯田さんとのコラボした動画をご自身の YouTube チャンネルで公開されました。そこでは飯田さんが岐阜県でオープンした焼肉屋トントンで2人が対談を行うといった内容でした。飯田さんはサキト選手と対談する中で、サキト選手が飯田さんにブレーキングダウンにはもう出ないのかということに触れ、飯田さんは出ないつもりはないんですけどね、1、2回だけ休んだら世間からもう出ない流れになっていました、決して出ないとは言ってないんですけどね、今年はブレーキングダウンに出たいなと思っています、出なくなった理由も怪我があって休んでいたんですけど、筋トレはできるのでジムワークをしていて格闘技のトレーニングはしていないですねと語り、来年からちょうどいい機会なのでスタートさせたいですね。サキト選手は飯田さんにブレーキングダウン12、13ぐらいに出場するのかと質問すると、飯田さんはそうですねと答えておりました。話題が変わり、ブレーキングダウンの溝口 COO が胸に響くことをご自身の X に投稿していたので紹介したいと思います。SNS には自分の正義を相手に押し付ける人が多い、その正義は誰がどのように決めたのか、自分の考えを押し付けているだけではないか、私が考える相手のためを思った言動は正義のように見える一方で自分の倫理観に合わない人を排除しているだけだったりしないか、そもそもただ単に現実社会で満たされてないから、ただ憂いさを晴らしてるだけじゃないか、どのような正しさや正義であっても、いずれのケースであったとしても、誰かの自由や平和を脅かすようなことでないのであれば、
誰かに対して必要以上に攻撃的になることは正しいことだとは思わない、とご自身の X に投稿されていました。あなたは今日の動画に対してどのような意見や感想をお持ちでしょうか。飯田さんは今年ブレイキングダウンに出場するとしたらどの大会に出場すると思いますか。そして大阪喧嘩自慢代表の下見シュラン選手や爆音ナチ選手の発言についてどのように思いますか。コメント欄で教えてくれると嬉しいです。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。いいね、高評価、チャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。